はい、ありがとうございます。さあ、それではワイドツーリングラス第2ヒートスタートです。シグナル入ります。さあ、後列スタートの金ちゃん、おみんな譲ってくれますね。7番天野選手、さあ2番手菅野選手、3番手渡辺選手、あ今譲ったのは六郎屋選手みたいですね。さあ2番手に渡辺選手、トップ30点7番天野選手、さあ急速ライン通過ストレート、さあ2番手渡辺選手が今通過、トップ1.8秒間、さあ残り時間10秒です。ああファイナルラップ入りました。さあここで時間、6番7番3番5番ゴール、2番ゴール、4番ゴール、8番ゴール、1番ゴール、0ゴール、さあトップゴール、パーフェクト7番天野金次選手、20球3分2秒99。はいどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや予選素晴らしい走りでしたね。ありがとうございます。ぶっちぎりで安定の TQ ということでしたけども、どうですか今日の調子は。今日最初はちょっと路面が薄くて前が食わないっていうので不安だったんですけど、だんだん路面が上がってきて自分の車に路面が追いついたなって感じです。まあ序盤から、まあ、あの最初に言ってたようにいい感じでこう前に出て、まあ、無理せずで周りもすごい譲ってくれましたね。そうですね、はい、なんか全然周りも頑張らずに来たらすぐふさって言ってくれてたので、まああまり苦労することなく走れたのは良、まあ、かったのかなと思います。でまあこの後決勝になるんですけれども、まあ今の感じだと、なんかトラブルさえなければまあいけるのかなと思うんですが、なんか不安要素とかありますか。不安要素、濃紺ですかね。昨日のオープンも濃紺出ちゃってちょっと沈んじゃったんで、それがなければって感じです、まあ、僕もちょっと経験あるんですが、自分的には完璧な仕事をしてるつもりが、なんか不安要素というか、はい、よく分からず止まっちゃうみたいなことがそうです、まあ、たまにあったりするので、まあ、それをなくちゃんと走れればいいかなというふうに思います、はい、いやそれにしてもシンプルなピットですね。超綺麗、何にもない感じで、やっぱりこんな感じがいいですか。そうですね、分かりやすいですね、物がどこにあるかとかで必要なものだけ取り出すみたいな形が一番いいですね。工具すら置いてないっていう、まあ、今年は特になんかこうタイヤにケミカル剤とか禁止とか、はい、まあ、そういうのがあるんで、まあ、楽になったっちゃ楽になりましたかね、はい、そうですね。じゃああとはじゃあ充電して、さあ車に積んで出動っていう感じですか。はい、そうですよ。わかりました。じゃあこの後決勝もいい走り期待してますので頑張ってください。ありがとうございます。はい、さあ続いての決勝はワイドツーリングです。それでは選手を呼びいたします。予選ポールポジション、パーデック1番天野金次選手、さあ続いてパーデック2番いつか優斗選手、サーデッキ3番砂田翔太選手、サーデッキ4番鈴木悟選手、サーデッキ5番渡辺大輝選手、サーデッキ6番菅野直人選手。Awesome!
川崎県7番、小林智美選手。川崎県8番、渡辺浩希選手。さあ、以上8選手となります。さあ、それではマシンの準備をして掃除台をお上げください。さあ、それではワイドツーリング決勝 A メインスタートします。シグナル入ります。さあ、非常に綺麗なスタート。さあ、トップは川崎1番、天野選手。さあ、2番手、生田選手。3番手、砂田選手。渡辺大輝選手。さあ、飛んできたのは渡辺選手の走った。さあ、トップは川崎1番、天野選手。さあ、それと出てきている。さあ、2番手以降、ほぼほぼ等間隔で進んでいく。さあ、トップは天野選手。さあ、早くも3つマーカーを捉えている。さあ、2対8番手で、その後ろは3番手。さあ、トップ、玉の手以外の継続ライン。さあ、2番手が今通過していく。1.4 秒差。さあ、その後ろ、砂田選手、渡辺選手、菅野選手と続いていく。さあ、トップのマシン、ホワイトに12番、ブラックのカラーに入る。さあ、今、目的前を向かうストレート。さあ、その後ろ、砂田選手が1秒差で3番手。さあ、4番手、渡辺選手、5番手、小松選手、6番手、菅野選手。さあ、上位を。川崎1番、天野選手、2番手、川崎1番、川崎3番、砂田選手。さあ、ここまでは川崎県順。さあ、トップ、天野選手。さあ、現時間、3分の経過、残り5分。さあ、トップと2番手との差、2.8 秒。さあ、2番手生田選手と3番手砂田選手の差が縮まっている。 0.8 秒差。さあ、2番手生田選手、3番手砂田選手。さあ、その差 0.9 秒。さあ、コース中央マシン転倒します。マーキャーが入ります。さあ、4分を経過。さあ、6分マシンが今本日前からストレート。川崎1番、天野選手。さあ、2番手、生田選手が
今通過していくトップ 4.4 秒差。さあ3番手砂田選手がちょっと実は出てきているこの差が広がっている。水田選手との差が 2.8 秒。さあ、2番手に来た選手が今通過、トップと 5.7 秒差。さあ、砂田選手は2位と 2.4 秒差。その後ろ、小松選手、渡辺選手、佐藤選手と連携する。さあ、トップは今ストレート。さあ、2番手にトップと6秒差。さあ、6の結果、残り1が9。さあ、トップマシンが3位の砂田選手のすぐ後ろ。はい、ありがとうございます。さあ、天野選手が今ストレート。さあ、2番手、生田選手、3番手、砂田選手。さあ、4番手、2番手、5番手、渡辺選手。さあ、残り1分。さあ、残り時間30秒です。もう負けちゃうよな。さあ、ちょっと甘くて今ストレート。さあ、残り時間10秒。さあ、5秒前。さあ、まもなくゴール。2番ゴール、1番ゴール、6番、8番、3番ゴール、7番ゴール、5番ゴール、4番ゴール、電車ゴール、さあ、トップゴール、バーグッズ1番、アバンゴール、新入選手、ブルーカマッチ、アバンゴール、ブルーカマッチ、さあ、2番手にはバーグッズ2番、ミスター・リュウ。大脳圏と症状が見えるように、すいません、お願いします。はい、レース終わりました。お疲れ様でした。いや、もう圧巻の走りでしたね。素晴らしかったです。はい、こちらが、今年のニューカラーの金ちゃんのマシンです。なんとこちらコンデレをゲットしたということで、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、優勝した上にコンデレまでゲットということで、パーフェクトインでしたね。嬉しいですね。、まあ、これで今シーズンのファイナル、ワイドツーリングクラスで代表権ゲットということで、はい、まあ、ちょっと2年連続忘れ物があるので、
まあ、今年こそなんとか、はい、忘れ物取りに行きたいですね。はい、そうですね、本当に。で、どうでしたか、今日のレース。今日のレースはそうです、後ろがあんま一緒に走ったことない選手だったのでちょっと不安だったんですけど、インを締めてゆっくり走るようにして対策してましたね。路面とかはどんな感じでした、この水戸インター。はそう、後ろは来るんですけど、すごい前がちょっと入ってこない感じで、ファイナルに似てるなって思いました、ね。まあ、またそう、正直この水戸インター店さん、 GR ガレージ水戸インター店さん、僕としてはすごくいい会場だったと思うの で、ね、また来年以降、はい、まあ、毎年やってくれるかどうかわからないんですけども、まあ、またいつかこうやってくれたら本当に行きたい、会場だと思うので、はい、まあ、ぜひやってほしいですよね。そうです、ホットドッグもあるしすごいなんかあのシミュレーターとかもあるし、うん、すごくあの会場としてはもう最高の環境だと思うので、はい、また帰ってきたい会場だなと僕も思いました。はい、というわけで今回、まあ、有言実行というか、今年、ワイドツーリングクラスで、念願の日本一を狙う金ちゃん、初戦で見事代表権を飾りました。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズンも頑張ってください。